い。ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、今回はね、ポケモリで、イベントが始まってて、セカンドアニバーサリーコレクション。ポケモリがね、2周年を迎えたらしいです。もう2周年だよね。あっという間じゃね？早くね？で、このなんか2周年のイベントで、ま、いろいろともらえるものが、あと見てこれ。これやばくない？もうもはや全然森じゃないけん。キャンプ場でもないけん。着せ替えパーツ追加。キャンプ場着せ替えパーツを追加しました。キャンプ場着せ替えにロイヤルガーデンシリーズが登場です。やばくない？これもうお城とさ、もうそのお城の庭やん。開催中のガーデンイベント、自然のブルーローズガーデンのアイテムともぴったり。キャンプ場を青いバラの花が咲くお城のようなキャンプ場にしてみませんか？キャンプ場ではないよね。紙吹雪の空。あ、確かに。紙吹雪飛び寄る。で、ロイヤルガーデン、ロイヤルガーデン、ロイヤルガーデンのアーチ。あれ？あれが柵の部分で、これ手前ってことか。この水とかがある部分が。もうなんか全然違うやん。すごいな。でもめっちゃ可愛い。かなり可愛い。で、今やりよるのがこのしずえさんのね、ブルーローズガーデン。お疲れ様です。パーティーの準備にご協力いただけませんか？あ、確かにこれめっちゃぴったりやん。さっきの背景に。で、イベント開催期間は2019年11月1日。11月に入ってすぐ。15時から11月11日まで。ポケモリ2周年記念ってことで、今回は珍しい生き物の出現率と捕獲成功率がアップしとんや。へぇ。2周年蝶々をたくさん集めて、キャンプ場をパーティー風に飾り付けしましょう。めっちゃいいやん、かわいい。なんか今回のね、蝶々はね、めっちゃリボンみたいやった。イベントの遊び方。で、ここで季節限定の植物に集まる珍しい生き物をたくさん捕まえて自然に渡しましょう。なんかこの白いガラスのバラの種と水色のガラスのバラの種は、なんか今までにもあった、ま、多分ガラスのバラの種自体が今までにあったと思うんやけど、なかったかな。なんかそれとほぼ一緒やった。見た目は。ま、色が違うんかもしれんけど。なんかこういう感じ。ほら、めっちゃリボンじゃない？白いガラスには紫の2周年蝶々。で、水色のガラスのバラには赤い2周年蝶々。めっちゃ可愛い。もうこれ白に紫のやつめっちゃ見づらくない？めっちゃ見づらくない？蝶々止まってるの。で、これを集めるとこういう風なものがもらえると。庭先でパーティーをしよる。なんかお城の庭先でパーティーをしよる感じってことやね。で、まあ今までよりも確率がアップしてるらしいけん、捕まえやすくなっとるってことやんね。いいやん、いいやん。いいやん、いいやん。こんな感じで。まあ遊び方は今までと同じ。はい、ってことで。あ、そう。で、2周年サンクスプレゼントっていうので、このログインしただけでも、ログインボーナスで、リーフチケットがめちゃくちゃもらえるっていう。おかげさまでポケモリはもうすぐ2周年。アニバーサリーのイベントやアイテムもたくさんご用意しています。まずはスペシャルな毎日プレゼント。ってことで2周年サンクスプレゼント。もうめっちゃリーフチケットに埋もれとる。で、これは10月31日から始まっとるやつ。で、10月31日から11月14日。なんとリーフチケットが毎日10枚もらえちゃいます。忘れずにログインしてくださいね。やけん、まあ、今もうやってないかなっていう人もとりあえずログインだけしとけば、10枚ずつ毎日もらえるけん、今後ね、いいクッキー、フォーチュンクッキーが入ってきた時とかに使えるかもしれない。華やかな屋外パーティーに。光が降り注ぐ優雅な舞踏会も、すごいね、なんか雰囲気が、これ昼までこれ夜って感じ？めっちゃいいやん。こんな感じ。映像でもアイテムをご紹介。ポケモリの新しいアイテム及びアップデート情報は上記画像からご確認いただけます。っていう感じのイベントが今開催されてます。で、私もすでにね、ちょっと前に片方こっち、
バラとか植えて、で、スペシャルの花ももう植えて、一回ね、蝶々たち来たんよね。じゃあこっち側も収穫しとくか。はい、収穫しておいて、私ハロウィンの時のまんまやけんね、格好もやけど。そうそう、格好ね、ハロウィン仕様じゃなくせんとなぁとは思うんやけど。あ、全然足りね。足りんけど、まあ、とりあえず植えておくか。んで、あ、間違えた。ちょ、待って。それじゃなくて、水色のガラスのバラ。はい、とりあえずバラを植えておきまーす。はい、植えておいて、あ、ガーデンイベントのチャレンジが。ちょ、みんなのお願いとか聞きに行かんとね。聞きに行って、とりあえず、花の種をゲットしたい。花の種をゲットしたいよ。はい、みんなのお願い聞きに行きます。まことくん。待ってる待ってる。え、でもこれもう下のハンナちゃんから。あ、全然ないやん。どんだけやねん。どんだけやねん。あ、ちなみに私ね、このジョニーのね、コンプリートしました。この。はい、コンプリートしました。コンプリートして、ヨンゴーさんとサバンナ、タコリーナ、ティファニーっていうこの4人の住人は、ちゃんとキャンプ場にもう呼ぶことができるようになりました。あとのね、この、おやつだとか、服だとか、その辺のは一回も出航させてないんよね。なんかちょっと、別にいいかなと思って。いいかなと思って、一回も出航させてないけんね、どうしようかなってちょっと迷い中。え、さっき私、花の種ゲットできたかな？ちょ、何が手に入ったんだか、いまいちよくわかってないんだけど、肥料かこれ。あー、なんか白いのが二つだけ。とりあえず植えて、肥料で、どんな感じに蝶々が寄ってくるか、見てみようか。はい。これ植えて、はい、そして肥料使いまーす。ん？ちょっと待って。肥料ね、私基本的に全然使わんけんさ、めっちゃ溜まっとんよね。え、待って、これまとめてでいいよ。はい。まとめても67個しか消費されんし。はい、こんな感じで。あ、でも青いバラかわいいな。で、こんな感じで蝶々が寄ってきて、さあ、捕まえてこう。でも上の方なんか、3つ蝶々やってきてないな。イエーイ。でも結構、ん、でもなんか前からこんなもんやったような気もするけど。ほぼリボンやね。はい。なんか、途中からね、この、お題も、なんかめっちゃ数匹で、1匹とか、3匹とかでもらえるようになったけん、最初よりも全然なんか緩くなった気がするよね。わー、ありがとうございます。それではプレゼントをお渡ししますね。やった。次は何？ブルーローズの街灯 A。綺麗。で、あとは、ま、この2周年のキャンドルを集めたら、なんか、またもらえるものが、そっちの説明してなかったな。では、引き続きよろしくお願いします。ってことで、なんか、この2周年イベントのやつでね、もらえるやつは、どこで見れるんだっけ？釣り大会とか、ちょ、2周年記念復刻クラフト、違うね。動物たちに感謝の気持ちを込めてありがとうを伝えよう。何それ、そんなイベントがあるの？ 11 月下旬。サンクスギビングに合わせてイベントを開催予定。誰に感謝の気持ちを伝える？お楽しみに。もちろん、みぞれちゃんやる。
当然のごとくみぞれちゃんやろ。ここでチェックできるんかな？ん？ ん？違う。ん？違う。ん？どこから見に行くの？わかる。でもとりあえずなんか、この、ここに出とった、この一番上に出とった、このケーキとかがもらえるらしくって、え、めっちゃ可愛くないこれ。ここで見えるんかな。皆さん、キャンプ場がオープンして2周年になります。一緒にお祝いをしましょう。期間中にいろいろなイベントを遊んで2周年のキャンドルを集めてくださいね。お礼に2周年のケーキなどのアイテムをプレゼントします。これめっちゃ可愛くない？これ欲しいなってすごい思うんやけど。一番上に、あの、バスと、しずえさんが。で、こんな感じで。ま、このイベント自体は11月1日から11月28日、今月の終わりぐらいまでずっとあるけん。じゃ、毎日コツコツ集めていきたいね。じゃ、着替えよう、私。いつまでもハロウィンじゃね。どんだけ浮かれ気分なんてかな。これもらった。サーカスのステージ衣装。あれ、何やったっけ？これね、なんか、あの、フォーチュンクッキーの中から出てきたやつや。派手な花のシャツ。でも今回のは、なんかすごいおしゃれな感じやけん、どうしよう。シナモロール。西洋のお城みたいな感じやったやん、今回のやつ。でもな、なんかそれっぽいのないな。カントリーっぽいのしかない。クラシックなロングワンピース。まあ、でも、お城に降りそうっちゃ、降りそうじゃない？違う？ちょっとわからんけど。とりあえずこれにしといて、頭どうしよっかなぁ。じゃあ、頭は、女優帽みたいな。いや、でもなんかこれには違う気がするな。なんか、この服には違うような気が。しなくも、ない、あ、これはアリスのウィッグ。なんかすごいチンチクリンな気がしてきた。なんかすごい、なんか、このウィッグね、思うんやけど、前髪おかしくない？なんかもうちょっとなんかないんかなって感じするよね。ちょ、頭やめておこうか。頭これで、クリスマスやけど。いやでもそんな別にクリスマスとかわからんけん大丈夫。じゃあこれで、え、これでなんかね、他にもあったんよ。何やったっけ？あ、違うんか。あれは普通に家具か。家具か。ちょ、あ、デビルの羽はさすがに外しておいて。よし、じゃあこの格好でおろ。この格好で今回はちょっと西洋のお城を、って言っても多分背景とか私買うだけのリーフチケットがないけん買えんと思うけど、こういう雰囲気のキャンプ場にしていこうかなと思います。まあ途中で格好変わっとるかもしれんけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。でも今回の一式全部揃えられたらめちゃくちゃ綺麗な感じに絶対なるよね。え、すごいいいなとは思うけど手が出ない。